サムさん学習院の英文法行ってみたいと思います。本日の全体像はこちら。正語問題5問、そして単語と熟語の知識を問う問題5問、合計10問行ってみたいと思います。もちろんこの場で解いていただいて解説を聞いていただく、それを10問繰り返すんですが、次につながる情報が出てくるかと思いますので、それは皆さん一番最後にですね、ホワイトボードにまとめますので、最後まで頑張りましょう。サムさん、ひとまず設問の指示の一読をお願いいたします。デメさん、カッコ1番よろしくお願いいたします。皆さん、これは下線部 D が怪しいですね。皆さん、オレンジの線を引っ張りましたが、 Be likely to 不定詞、それに皆さん比較が絡んでる表現ですね。で、皆さん、もちろん likely と言われたら Be 動詞の右側にありますので形容詞ですよね。で、皆さん、その形容詞を比較級にしたい場合は、当然この形容詞の左側に more を置けばよろしかったですね。まあ、例えば more beautiful、 それと同じ理屈でございます。ですから正解は D、 正しくは more likely、 この順番にすればよろしかったですね。サミさん、続いて問いの2番お願いします。まずこれ文頭ですね。時制をよく見ていただきますと ago、 そして were、 ここから過去時制に統一されてるんではないだろうかというふうに考えることができるかと思います。そして皆さん、 seemed のところもそうですね。ですが皆さん、選択肢の C、 must give up、 このままだったら皆さん現在時制ですよね。ですから時制の統一、時制の一致が見られませんので、正解は C ということでよろしいかと思います。じゃあ皆さん、どう直しますかということですが、うにゃうにゃしなければならなかったと言われたら had to、 これに直せばよろしいですね。サミさん、続いて問いの3番お願いします。まずこれは下線部の D が怪しいですね。 expect、 もちろん自動詞ですか他動詞ですかと言われたら期待してよ、何をということですので他動詞ですね。ということは皆さん、後ろに目的語が必要ですが、もちろん to 不定詞来ておりますので目的語がないですよね。ですからあとは思い出すだけでございます。他動詞の後ろに目的語がなければ受動態、もしくは過去分詞にすればよろしかったですね。ですから正解は D、 expected というふうに直せばよろしいですね。サムさん、続いて問いの4番お願いします。まずこれは2行目の左側の and、 もちろん and の前後は同じ形、同じ品詞となる遠い接続詞という働きを持ってましたね。で、皆さん、その and の右側をご覧いただけますと political、 形容詞ですよね。ですから and の右側が形容詞であれば and の左側も形容詞にするべきですね。ですが皆さん、この下線部 D、 economy、 名詞になってますよね。ですからこのままだったらまずいわけですから、正解は D ということでよろしいかと思います。じゃあ皆さん、どういう形に直しますかということですが、形容詞はもちろん economic、これですね。ですからそう直していただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、続いて問いの5番お願いします。これは出だしですね。特に下線部 A、 features、 複数形になっておりますが、右側見ていただきますと人間であるということ、複数でしょうかね。もしか皆さん、動詞のところをご覧いただいても is 単数形になってますよね。ですから皆さん、 features、 このまんまであれば複数形でございますので、もちろん正解は A、 これを単数に直して feature、 これでバッチリです。さあ皆さん、続いての問題でございます。まずは設問の指示の一読をお願いします。では皆さん、まず問いの1番お願いします。皆さん、もちろん空所の前後の意味内容から判断していただいてもよろしいですが、後ろ with がついてますからね。ですから自動詞を選んでいただけるとよろしいかと思います。それでいくと皆さん、選択肢の C と D が他動詞ですよね。 C はもちろんうにゃうにゃを配達する、 D はうにゃうにゃを繰り返す。で、試験中ちょっと分かんないのは多分 B かと思います。 conspire、 ただ皆さん、ご存知の方ですね。 conspire with で、 with の後ろは人で、人と陰謀を企てる。タラさん、今回 with の後ろ人じゃないですからね。となってくると皆さん、選択肢の A が良さげですよね。 coincide、
もちろんうにゃうにゃと一致する、もしくは同時に起こるという意味でしたね。ですから形においても意味内容においてもバッチリでございますので A が正解ということでよろしいかと思います。さあ、続いて問いの2番お願いします。これ空所の左側と右側ですね、これの位置関係を考えたらいけそうですね。トラさん、空所の右側のゼムと言われたら手前の複数形ということでしょうから、これですよね。もちろん人でございます。で、アトメさん、人と海との位置関係で選択肢あれが見えてますので、まあ当たり前ですが人と人との間に海が挟まってるんですよね。ですからこれも一発で選択肢の B が正解ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、続いて問いの3番お願いします。皆さん、これは空所の右側オブとセットで使えそうなものがいけそうですね。で、選択肢の A、 briefed、これは短いという形容詞の brief という表現ご存知かと思います。短い、そこを動詞にして短くする、そのイメージからうにゃうにゃを要約するという意味でございます。で、選択肢の C は instructed、まあ、教える人のことをインストラクターと呼びましたね。ですからそのイメージでうにゃうにゃを教える。で、ひとまず皆さん後ろのオブとの関係性から A と C を削りますね。あと皆さん B か D かということですが、もちろん空所の右側は進歩している様子を点々点。そして皆さん文末にもモチベーション維持という話がございますので、当然自分たちの進歩を知らせることが重要ということでよろしいかと思います。で、もちろん D は warn ですから警告するですよね。ですから意味内容上選択肢の B でバッチリです。さあ皆さん、続いて問いの4番お願いします。まず意味的にダメそうなのは D ですよね。 get up、皆さん、これは長年延期に延期を重ねてようやく点々点という話でございますので、まあ、今目覚めてどうすんねんという感じですね。で、皆さん、選択肢の B と C は意味内容上かなり似てますね。うにゃうにゃのそばを通り過ぎる、うにゃうにゃを通り抜けるんですね。ただ皆さん、そういう空間的な話は全くされてませんよね。もちろん皆さん、延期に延期、避けて避けてやってきて、で、ようやく歯医者さんに行くことになったんですね。ですから正解は A でございます。get around to plus ing。 何々する時間的な余裕を見つけるという意味の熟語でございます。ただ皆さん、それを知ってる方はあんまりいないかと思いますね。ですからあくまでも参考程度に聞いていただけるとよろしいかと思いますが、直訳はうにゃうにゃする、アラウンド周辺ですよね。つまりその周辺、その近くまで got、 到着しました、着きました、そういうイメージを持っていただけるとよろしいかと思います。まあ、ひとまず正解は A ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、続いて問いの5番お願いします。これは空所の右側の無知がヒントになりそうですね。で、選択肢の A、 dispose、 処分する。選択肢の B、 distance、 遠ざかる。空間的な話はしてませんよね。で、 C をすっ飛ばして D、 ディストリビュートですから分配する。うまくいきませんね。ですから皆さん、選択肢の C が良さげですよね。 distress、 名詞だったら苦悩とか悩み。ですから皆さん、気候変動に関して一般大衆の間で無知、その無知の状況を嘆いてるんですね。困ったことだというところですから、皆さん意味内容上バッチリでございます。ですから C が正解ということでよろしいかと思います。サムさん、お疲れ様でございました。皆さん、次につながる情報をまとめていきたいと思います。まず皆さん、カッコ1番でございます。正誤問題の中にありました、他動詞の後ろに目的はなければ受動態や過去分詞にする。皆さん、この原則とても有名ですね。ただ皆さん、そうは言っても知らない方いらっしゃるかと思いますので、その方のために解説動画はすでに存在しております。そしてそのリンク先は概要欄に貼っ付けておりますからね。この後お時間よろしければご視聴くださいね。そして括弧に、皆さん、コインサイドときたら後ろは with ですね。そしてもちろん意味と言われたら一致するとか同時に起こるという意味でよろしかったかと思います。そして括弧3、皆さん、インフォームときたら後ろの形は A of B ですよね。もちろんその時の意味は A に B を知らせる。そして気をつけていただきたいのは A には人が来るという点でございます。そして皆さん、この後ろの A of B、 この形を取るものとしてあと2つを押さえていただきたいと思います。もちろん1つ目は warn、 A に B を警告する。
まあもちろん知らせるが元になってますけどね。そしてもう一つ、notify も押さえていただけるとよろしいかと思います。そしてカッコ4の get around to。うんたらかんたらする時間的余裕を見つけるという意味でございましたね。そしてまず最後の問題、この3つ。カッコ5番の dispose は処分する。そしてカッコ6の distress。同時の場合は悩ませる。そしてカッコ7番の distribute。分配するということでよろしかったかと思います。すみません、これをちょっとご覧になっていただいてですね。もし知らないところがございましたら、この後ノートを取っていただいて。で、ノートを取った後はこれですよね。赤シートで隠してスラスラ言える。それを頑張っていただけるとよろしいかと思います。的中する可能性は十分ございますからね。ということで、頑張ってください。